はい、今、ライトルームに、タイムラプスの素材をすべて、今ちょっと読み込んだところですね。で、一応全部これチェックをして、読み込みをします。結構な枚数があるので、おそらく1300枚ぐらいになると思いますね。今、読み込みで、このメーターが動いてますね。ちょっと時間がね、かかりますけれども、こんな感じで、まあ、タイムラプスは枚数をかなり多く撮影して、動画にするんですが、今は、一番初めのね、一枚一枚の写真に、少しこうレタッチをかけて、上げましょうという段階ですね。ちょうどこんな感じですけど、今このサムネイル一番これ、このねメーターのところがこうもうちょっと立派なんですけど、今ちょうどこれ、1枚しかね表示してなかったんですけど、ここ細かくね表示することができます。でこれ全部今終わりまして、一番下までぐーっと持っていくと、1043枚ですかね、まあ、なかなかの枚数ですね。でこれを、現像で、ここで、一番初めの画像が表示されてますね。で、これを少しね、レタッチしていこうかなと思いますが、まあそんなね、難しいレタッチではなくて、まあ色味をちょっと変えたりとかっていう感じですね。で、まあコントラストこうちょっといじると、こうね、マイナスにするともう、なんか白っぽくて、なんじゃこりゃみたいな。これ少しね、プラスにしてあげると雲がねよりこう陰影がはっきりつくという感じです。であとこういうね、ハイライトも少しね少しこう下げてみましょうね。マイナスに少しこうちょっと振ってあげて、まあ、白レベルも少しこう振ってあげると。でこういうシャドウの部分はねこのままでいいかなと。で雲をねタイムラプス撮るときはこの霞の除去、これ結構ね重要なんですよ。ほらこんな感じでプラスにするとよりこうねなんか雲がちょっとこうドラマチックな深みのあるよりなんて言うんでしょう、このモコッとしたね、感じになりますね。で明瞭度ってねこうまあ見てもらうしかないんですけど、まあプラスにするとよりこう陰影が濃くなって、マイナスにするとなんかこう雲がねほわーんとした感じですよね。まあ夕方でちょっと斜めから日が入ってるので、まあせっかくなんでねこの辺をこう光が入ってるところとまあ暗いところですよね、こう少しこう強調したいのでプラスにしましょうか。まあ、こんな感じでね、少しこうちょっといじったりとかするのもいいと思います。まああくまで好みもありますんでね、仕上がった時の動画のイメージを持ちつつ補正をかけてあげると。で、ここですよね。で、ここ下の方こう持ってくると、ずっとね、横軸でこう、それぞれ出てくるんですけど、1枚目はこう今補正かけたんですけど、2枚目はねこう一番初めのこの補正をかける前の段階になってますから、これ1枚目を、全部のねこの写真、1000ちょっとかな枚数、それにこう共通して1枚1枚なんかやってられませんから、こう全部こう選択をして、で、ここのね下の動機のところをクリックすると、設定を同期、まあいろいろね、この部分はちょっと外したい、この部分はそのまんまやってくださいといういろんなね項目出てくるんで、まあこれデフォルトの状態なんですけど、これを全部ねもうそのまんまでやってみましょう。同期で今このメーターがね進んでますね。あ、終わりました。あっという間ですね。で、これで、まあ、書き出しをしてあげると。
いう感じですね。はい、次はフォトショップを開きまして、レタッチ済みのね、今このフォルダーの中はこう写真がね、いっぱい入ってますね。ちゃんと保存されてますね。で、これで、次はこれをね読み込んでいくんですが、一番初めのこの、ナンバリングしてある一番の画像を選択して、画像シーケンスにチェックを入れて、開くと。そうするとですね、すでにもうこの動画のね、約これ20秒か20秒の動画として、一応まあ出来上がった感じにはなってますね。ちょっと見てみましょうかね。こんな感じでどうですか。レタッチをかけてるんでね、非常にこの雲のね、あの陰影がはっきりと映って、この今ね右の方がこうちょうど太陽がね入ってくるとこなんですけど、今スカイツリーがね右の方から見えてきましたね。でこの太陽がねこう雲の向こう側にこう見え隠れして、こう非常にねこの夕方のサンセットのドラマチックな感じが伝わりますか。いいですよね。一応こんな感じに一本の動画として仕上がってます。でこれをどうするかというと、ファイルを選択して書き出しで、一番下のこのビデオレンダリング、はい、でここで一本の、動画として、書き出すんですが、ここねこの Adobe メディアエンコーダーね、形式 H264 で、まあ、この辺がねまあ、解像度になるんですけど、まあ、フル HD の1080で全然普通に見れます。なのでこれでレンダリングをクリックで少し待ちますね。今この書き出してますんでね、でこれが終わるまで待ちます。はい、終わりました。終了です。これで、Photoshop での作業は終わります。もう一本の動画として、仕上がってはいます。なので一度これも、終了しましょう。簡単にねちょっとまず見てみましょう。こんな感じですね。どうですか。滑らかにね仕上がってますね。途中ねこの辺なんかこう映り込んでたのは多分これ虫だと思うんですよね。虫とかあと、鳥がちょっと一瞬横切ったとかね。あ、いいですね。この画面はいいな。はい、このような感じです。はい、今ファイナルカットプロが開いた状態で、ここにあります動画、これがね、読み込まれた状態です。でこれを下に持っていって、再生してみましょうかね。ちょっと大きくしてね。はい、こんな感じですね。はい、それでは今動画にですね、ちょっとなんか音をつけてみましょうかということで、カノンね、クラシックの曲なんですけど、これをちょっとねつけて雰囲気だけでは行ってみましょうね。
はい、こんな感じですね。どうですか？音をつけるとね、全然雰囲気が変わりますよね。ちょっとこうね、途中、まあカットしちゃいますけど、あと、ここのね、映像の部分で、わかりますかね？ちょっとこれ大きくしますね。で、ジンバルでも少しね、やっぱりカクついたりするので、このちっちゃい画面だと感じないんですけど、あと上下に微妙にブレてたりするとき、あ、今ちょっとね、動きが少しこうカクッとね、横にパンするときに感じたところがあるんで、これをですね、ここの、これ、手ブレ補正を、映像クリップをチェックして、手ブレ補正をかける。そうするとドミナントモーションを解析中と出るので、これも少し時間かかりますね。で、これが終わったら、もう一回ね、あ、終わりましたね。再生かけると、非常にここも滑らかになります。で、このね、チェック入れて、この部分はね、もうとりあえずそのままでいいと思いますね。ほぼほぼこれで解決すると思います。はい。で、もう一回ちょっとね、音を少し入れながら。はい、こんな感じで、一つのタイムラプス、仕上げるまでの流れです。またここでね、何かご不明な点がありましたら、コメント、もしくはメールでも構いませんので、入れていただければできる範囲の中でお答えさせてもらいます。以上です。ありがとうございました。